り子 TV です。とんでもないものが手元にあります。これゲイリー山本のですね、夏頃に発売されると予告されている山ミミズね、これをですね一袋お借りしてくることができました。っていうのもね、あの先日動画でも公開したんですけども、ゲイリー山本の小森嗣彦プロと何か釣りでも行きましょうよなんて言った時に、田中さんいよいよ山ミミズ出ますよっていうことで、千葉県の三島湖の方でですね、いろいろな、まあ、夏の状態のバスを山ミミズで狙ってみるね、こういった動画を、アップしてみたんですけども、その帰り道ね、釣り子さんは水中のね動画なんかもやってるから、もしよかったら撮影用に持って行ってみますかっていうことでお借りすることができましたね。まあ、パッケージはいつものこんな感じなんですけども、これ山ミミズ動き気になるじゃないですか。というわけで、早速ね、水槽の中での動きを見ていきたいと思います。All day and night, all day and night.
your king, yes I could be your captain. Live a life of dreams and live a life of fashion. I'ma lift you up before I throw you out, cause you can live your life sitting down. I'm a king, I'm a boss, I'ma spend, let it cost. Let me live my life in bliss in the fast lane. I'ma be on top of the world, watch it happen. I'm a best man, I'm a baller, take a deep breath. I'm a shark, you 7 days a week, I beat up all night. Day and night, day, day and night. All day and night, all day and night. Yeah.
watch the sun go down over the same old town like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the... はい、というわけでね、水中の動き見てみました。山ミミズっていうのがまあこういう感じのワームですね。これ何の変哲もないストレートワームっていうことで、まあ非常にねシンプルがゆえに使いやすい、いろんなリグにもリグりやすいっていうね、こういうワームじゃないかななんていうふうに思うんですけども、動きを見ていて気になったのが結構立ち姿勢になりますよね。っていうのも、この山ミミズですね、これは、半ソルって言って半分ぐらいソルトが入っているよっていうね、こういう素材でできているんですね。小森プロに教えてもらったんですけども、ゲイリー山本だと結構みちみちに塩が入っているもの、ノンソルトのもの、その間の半ソルね、ハーフソルトなのかな、半分ソルトなのかな、そういう感じの、まあ形によっていろいろその比重を変えているっていうね、そういう仕様があるみたいなんですけども、この山ミミズに関しては、半ソルで作っているよっていうね、こういうところを教えてもらいました。これによってなんていうんですかね、飛ばしたいね、その、距離はしっかり飛ぶけども水中では非常に柔らかくてね、立ち気味の姿勢を作りやすいっていうね、これがね、特徴だと思います。猫リグなんかをやった時とかもね、結構ねこうペインって立った後ね、ふわーって非常にゆっくりと倒れ込んでいくんですよね。この特性を利用して小森プロなんかが最近ですね説明してくれているストローシェイクっていうね、このなんだろう、自分のイメージだとネゴリグってこうシャクトリムシみたいにね、こうやって動かす、これで釣ってんのかななんて思ったんですけど、そうではなくて非常に柔らかく竿先を使ってこうねじりね、こういうねじ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 動く、この動きによって非常になんていうか、警戒心の強いバスなんかもね、トーナメントの超ハイプレッシャーな状況でも思わず口を使っちゃうね、ストローシェイクっていうね、これをやりやすくするために非常にね、比重とか姿勢にこだわってテストされていたみたいです。冬の時期にね、小森プロとご一緒した時は、ノンソルトのものと塩入りのものといくつかね、プロトタイプを試されていて、で、この製品にするにあたっては、そのテストの中から導き出された半ソルっていうね、状態、このね、比重でいこうっていうことになっているみたいです。ね。まあよう釣れるワームだなってのはね、そばでね見ていて、感じたんですけども、実はね自分も1月今年初バスを釣ったのは、小森プロから仮パクしたこの山ミミズなんですよね。でその仮パクした山ミミズでもね、その後春先なんかもねいくつかいい魚、釣らしてもらうことができて、まあ、そこら辺もね、順次動画で、公開していければと思うんですけども、こちら、山ミミズいよいよね9月ぐらいには店頭に並ぶんじゃないかということでアナウンスされていたので、もう間もなくですね。いやーもう今年はね山タヌキに続いてこの山ミミズっていうね、なんだろう、非常に釣れ線な感じのワームが続々と登場しますね。これはね真冬のバス釣りなんかも効きそうだし、まあ一年中ね釣れる形ではあるんですけども、少しボリューミーなワームだときついかななんていう時に坊主逃れしたり、はたまた、でかいけどこう狡猾で口を使わない、そういう、バスに、食わせる最後の一手になるようなね、そんな感じのワームじゃないかなと思います。というわけで、本日の釣りこう TV はこちら、ゲイリー山本からですね間もなく登場の山ミミズ、
これをね、水中で動かしてみて撮影してみてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。